最近お前よく教室で寝るな。そうか？なんかだるいっつーの、いまいち体がさ。へえ、そう、季節の変わり目とか言うじゃん、そういうんじゃないの？そうかな。あれ、カズナ、お前飯そんだけ？うん、なんか食欲がな。マジ？俺んとこの姉貴と変えてやりたいね。ダイエットしなきゃとか言っちゃってよく食べてるぜ、ブクブクしちゃって。お前親とかに進路のこと話してる？いや、俺大学行かないから。あ、そうなの？だってほら知ってんだろ、うち。いいじゃん、遠慮しなくったって。そうもいかねえよ、いくら親父の知り合いったって血縁皆無なんだぜ。やっぱさ、そんなこと言ったってお前のことを養子にするつもりでいるんだろ、おじさん。そうかもしんないけど、お前の親父さん今何してんの？さあ、もともと医者だからどっかで開業医でもしてんじゃない？よくわかんねえ。おじさんも何も言わねえし、俺も別に聞きたかねえから。もうずいぶん会ってねえんだろう？うん、お袋が死んでからだから十何年くらいか。なんか事情があんのかもしんないけど、もうどうでもいいって感じ。ちくしょう、いいな、そういう特殊な家庭環境。デンドラ野郎って呼んで。帰んべよ。ああ、悪い、俺部活やってくわ。ま、せいぜい頑張ってや。あれ、あんた一人？いつもこんなもんよ、先生もめったに来ないし。瓶や缶まで真っ赤っかだな。クリムソンレーキ好きな色なんだけど、ちょっと赤すぎた、失敗だったな。八重樫は美大に行くのか？行けたらね。高城くんは？なんも考えてない。一年のうちから考えることもないよね。高城くん部活に来たんでしょ？え？なんかやんないの？そういえば高城くんが絵を描いてるの見たことないよ。なんで美術部入ったの？適当に暇そうだから。幽霊決め込むんなら何も入らなくたっていいじゃん。この絵ダメだな、諦めて張り替えようかな。八重樫、指、血が。あ、さっきこれでやっちゃった。姉さん？覚えてないかもしれないが、お前には一つ違いの姉さんがいるんだよ。おじさん、姉さんは今どこにいるの？父さんと暮らしていると思う。体が弱い子だからね。父さんと？あ、生きてたか。あ、よかった。あ、寝ちった。夢見た。どんな？小さい頃の夢、最近よく見るんだ。
高城くん、熱あるんじゃないの？帰った方がいいよ。そうすっかな。明日も来る？うん。八重樫は滅多に笑わない不愛想なやつだ。そこがいいとこだけど。カズナ、父さんは母さんが亡くなって体の弱い姉さんとカズナを男一人で見ていく自信がなかったが、小学生の頃記憶をたどって一度だけ家を見に行った。そこにはもう誰もいなくて、自分は預けられたんじゃなくて捨てられたんだと感じた。なんで今頃古い家のことなんか思い出すんだ。今さらこんなことをして何になるんだ。もうとっくに家なんかなくなってるかもしれないのに。あるじゃん、表札もそのままだ。庭が手入れしてある。誰？あなた誰？僕この家の、君誰？この家のものよ。覚えていたのね。あ、前に一度来たから。私のことも？ああ。あんたここへはよく来てんのか？私はここに住んでいるの。帰ってきたの？じゃ父さんも？父さんは死んだのよ、半年前に。聞いてないよそんなこと。どうして、どうして教えてくれないんだ。俺だって息子だろうが。枝のおじさんには話したのよ、父さんのこと。俺は父さんの顔も今じゃ思い出せない。だから別に死んだって聞いたって悲しくもない。捨てられたも当然だしな。だけどそんなこと教えないなんておかしいじゃないか。風邪止んだみたい。カズナ、あなたは捨てられたんじゃない。父さんを恨まないで。私たちのことをあなたに知らせないように枝のおじさんに頼んだのも父さんなの。あなたには普通に生きてほしかったのよ。代々高城の人間は真っ当な人生は送れないのよ。ゆうべ新さんとも話したんだけど、私たちはあなたさえ良ければ本当にうちの子になってほしいって思ってるの。母親としての性能はあんまり良くないかもしれないけどね。じゃ行ってきます。だって高城の一族は吸血鬼の家系だもの。ふざけんなよ、人が真剣に聞いてんのに。まあ吸血鬼ってのは例えだけどさ、遺伝性の血液病とでも言うのかな。発作が起こると血そのものが欲しくなるのよ。これは高城の血筋にある一定の確率で出てくるの。いわゆる心の病ってやつ。血が欲しくなると人の首筋にでも噛みつきたくなる。カズナ。ああ、おじさんおはよう。夏子さんは？もう出たよ、今日は遅くなるって。そうか。おじさん。ん？父さんからなんか連絡あった？いや特にないが。急にどうした？
ううん、別に。ただ聞いてみたかっただけ。みんなで何か俺に隠してる。な、何がおかしいんだよ。別に、ただあんたが何にも知らないから。でもそりゃそうよね。みんなであんたに知られないようにしてきたんだから。あ、高城くん、何してんの？いや、別に、ぼーっとしてた。高城くん、暇そう。いや、だって今日も来るって言ったし。モデルになってよ。え？モデル？俺が？あ、ただそこの椅子に座ってくれてるだけでいいの。あ、嫌ならいいんだけど。あ、別に嫌じゃないよ。白い手だ。私の言うことを信じようと信じまいと、普通に暮らしているあなたには関係ないことよ。話はこれで終わり。父さんが3歳で発病した私だけを連れて出た理由、分かったでしょ。帰って、もうここには来ないで。私も吸血鬼よ。何するか分かんないわ。疲れた？え？少し休む？いや、まだ平気だけど。高城くん、明日も来てくれる？書き上がるまで付き合うよ。今日は元気そうだね。よかった。え？だって昨日。ああ、そっか。しかし情けねえ。ちょっと血見ただけで。発作が起こると血そのものが欲しくなるのよ。これは高城の血筋にある一定の確率で出てくるの。高城くん、いわゆる心の病ってやつ。高城くん、高城くん。私も吸血鬼。高城くん、高城くん、大丈夫。保健室行く？大丈夫だから。あ、明日も来るから。無理しなくていいよ。これはただの貧血じゃない。もう一度あの家に行って確かめよう。発作が起こると血そのものが欲しくなるのよ。何か用？もう一度こっちの話も聞いてほしいんだ。聞きましょう。入って。着替えてくるから座敷で待ってて。この家で過ごしたのはたったの3年だった。母さんはいつもあそこに座ってぼんやり庭を見てた。母さんはあそこで何を見ていたんだろう。電気くらいつけたら。あ、これ
私いつも家ではこうなの。父さんが和服の好きな人だったから。で、話って。これから人が来るの。あまり時間ないけど。聞きたいんだけど、母さんもやっぱり君が言ってた病気で？そうね。精神も肉体も蝕まれてね。じゃあ、親戚とか同じ病気持った人とかは？いないわ。みんな死んじゃったもの。病気を苦にして自殺した人もいれば、精神的疲労から別の病気を引き起こして死んだ人もいる。人間って精神的には脆いものよ。あなたにはわからないでしょうけど、まぶたの後ろに襲ってくるどす黒い感情、血が欲しくてたまらなくなるあの感覚、最後はみんな発狂して死ぬのよ。これは高城家の奇病なの。現代医学でもどうにもならないの。だから自分の身は自分で守るしかないのよ。俺、君みたいに強くない。気分が悪くなると目の前が暗くなって頭の中がグラグラして、自分以外の誰か別の何かがいるみたいで、自分じゃどうにもできなくなるんだ。どういうこと？自分一人じゃどうしていいのかわからなくて。カズナに高城家のことをうまく話す自信がなかったんだ。いつから？1ヶ月くらい前から。俺にも可能性あるんだろ？母さんが発病したのは22の時だって聞いたわ。だけど男は比較的無事で、発病するとしても子供の時だって。俺だって思いたくない。だけど自分の体だから分かるんだ。変なんだ。あげるわ。理性が効かなくなった時飲みなさい。薬？飲みすぎないように気をつけて。何の薬これ？さあ。来たみたいだわ。俺帰るよ。こちら水瀬さん、父さんの古い知り合いの方よ。で、こちらはカズナ、弟よ。弟さん？ええ、この度感動の再会を果たしたの。今日は気分どう？最悪。ただいま。お帰り。遅かったのね。ごめん、部活で。今日は帰り早かったから手料理作って待ってたのよ。おじさんやおばさんはどこまで知っていて俺に隠しているんだろう。頭の中がぐちゃぐちゃだ。カズナ、昨日お前がすげえ美人とでけえ家に入ってくの見たって二組の田中が言ってたぞ。あれは姉だよ。何言ってんの、お前に姉ちゃんなんかいねえじゃん。ちくしょう、隠すなよ。八重樫さんには言わないからさ。帰るのか？え、あ、今日は高城くん来ないと思って。どうして？なんかこの頃高城くん体調悪そうだし。今からやる？血が欲しくなるあの感覚。ごめん、俺もう。じゃあもう終わりにしよう。え？だってもうできないんでしょ？だから終わり。言っとくけど
別に嫌になったとか、そういうんじゃなくって。つまり。いいよ。え？無理してモデルなんかやってくれなくてもよかったのに。田中くんたちが話してた。行くところがあるなら言えばいいのに。あ、違うんだ。あの人は俺の、俺、一応、一人っ子ってことになってるんだけど、今の親、本当の親じゃなくて、家庭の事情ってやつで、姉とはずっと会ってなくて、その。わかった。ごめん。私が聞くことじゃなかった。帰る。今までありがとう。八重樫。高城くんが言ったこと信じるよ。じゃあまたね。待ってくれよ。本当のことを言う。俺、笑わない女嫌いなんだ。発狂して死ぬのよ。俺、どうなるんだ。頭が割れそうだ。カズナ、バカね、どうして薬飲まないのよ。なんか怖くて。あれ飲んだらもう元の自分に戻れなくなる気がして。バカね。飲みなさい。飲んでいいのよ。どんなにあがいてもどうにもなりはしないのよ。She
She